皆さんこんにちは、石川高校放送部です。イエーイ。大丈夫か、一人だけ喋ってるやつがいる。マイクちっちゃくない？ちっちゃい。もっと上げていいんじゃないか。ゴーグゴーグレしていいんじゃない。まあはい、ということで自己紹介いきましょう。ミキサーの方からお願いします。ミキサーさんと知念公平と司会担当の玉木さときと原稿ナイトです。イエーイ。なんか暗いよ。今日は3人だからね。もうね、あれですね、もう春休みね、飽きそうになって鬱になってる。マジか。もう休み明けって早めなしかよみたいなね感じになってますけど、まあとりあえずね、はいはい、まあ新しいことが始まるということでね、元気よくいきましょう。はい、はい、次のコーナーいきましょう。次のコーナーは今日は何の日のコーナーです。せーの、今日は何の日、気になる気になる。さあ今日は4月5日ね、まあ大安ということでね、まああれですけど縁起がいい日なんですけどね、はい、さあこの日にね、いい、うん、あるでしょ、大安、赤口、戦勝、友引きって、今日あれだよ、大安ですよ、今日あれだよ、自転車パンクした。やばいだろ。あなた前日に行ったよね。ん、前日に行ったんでしょ。何を、どうせとか言いながら、あれでしょ、自転車昨日行ったんでしょ。今日行ったの、うん、お前余裕だな。倒しそうだな。はい、ということで、はい、行きましょう。今日はヘアカットの日とされています。はい、明治5年のこの日、東京府が女子の断髪禁止令を出しました。前年に3髪脱頭が許可されましたが、これを受けて断髪をする女性が続出したため、うん、男性に限って許可した断髪を女性が真似てはならないという禁止令が発布されました。はい、まあ、このよね、後々にまあ散髪とか分かれていくんですけど、はい、まあまあ、この明治5年っていう日があるんですけど、はい、まあ、何年、ね、西暦に表したら何年になるかをちょっと言い当ててもらおうかなと。西暦、まあ、そんなの無理だよな。無理か。無理。いや、諦めるの早いな。だからよ、西暦でしょ。はい、まあ、ヒント言いますと、平成が今29年ですよね、はい、昭和が64年、まあ、64年とかかったな、63年だったかな。で昭和が15年、あ、大正が15年で、明治が5年になってるんですけど、まあここからね、今言った、平成、昭和、大正からまあ逆算していけば、ね、適当にね、まあ、求められると思うんですけど。これって昭和でしょ。昭和、ね、1900年代、1800年代です。1870年代って思いっきり昭和なんだよな。あ、800か、1870年代、そうです。おっしゃ、一発。はい、そこから当ててもらいましょうか。マジか。まあいいと言いますと、大正が始まったのが1912年。はい、1912。公平あるか。まあ、1912年だから明治相当長続きしてますね。うん、はい、明治相当長続きしてる、確かに。なんやろう。もういいよ。もういいか。もういいよ。俺もわからねえ。はい、1872年でした。ああ、マジで。はい。2って言えばいいか。1870年代って言ったら1、2で言っとけ、当たってたんだけどね。ああ、もったいな。惜しいことした。はい。もうちょっと時間が長すぎるので、はい、ちょっと時間かけすぎたので、あと1問にしましょうか。はい、はい、今日はデビューの日となっております。おお、はい、これ野球関連ですね。野球関連だよ。はい、1958年のこの日、読売巨人軍のある選手が開幕戦に先発出場し公式戦デビューしました。国鉄のエース金田正一投手を相手に4打席連続三振を喫したということです。はい、桑田真澄。あの、1958年だから桑田真澄って本当まだ生まれてないかないよね、多分。絶対分からんよ。絶対分からない。最初の文字なんね。最初の文字言ったらな。な、はい、な、野球、これ、野球な、野球は。じゃあ公平だけに分かるヒント教えようか。分からねえ。我が巨人軍は永遠に不滅です。長島。やばい。ね、引退宣言、まあ、ある、ね、この選手の引退がね、はい、今言った通りにね、我が巨人軍は永遠に不滅ですと言った通りにね、でこの発言がね、受けてからか今巨人のね、名誉終身監督となっておりますけど。誰？
誰よ背番号3番誰永久欠番になってますよこれ。なんだった最初なあ応援の方投手野手長島はい長島茂雄はい総平正解です。はい公式戦デビューしました。で、まあ、プロ野球の人気にはこの選手がね大きく関わってると言われまして、この長島選手がプロ野球に入ってくる前には大学野球の方が人気あったんですよ、はい、でその中でも本当にスターだったので長島選手いい成績残して、でその選手が、まあ、読売巨人軍に入ってうんまあ、そこから人気が始まったと言っています。おすごでこの選手なんかね絶対塗り替えられないような記録を持っていて、はいまあ、デビューあったじゃないですか、まあ、新人から引退までセリーグのサード、ね、ベストナインをねずっと続けてきたっていう記録があります。うん、はいまあ、引退、まあ、あれですね新人からもうこれすごいですよということでね、はいまあ、振り返っていきましょうか、はいはい、1番目何でしたか。1番目あれあへカットだったっけ。カットの日カットの日ヘアカットの日でした、うんはい、次の日はデビュ ー, デビューなんか暗いな。デビューの日でした。イエーイイエーイもうねなんか忘れてってる忘れてってる忘れてる。次のコーナー行きましょう、はい、次のコーナーはフリートーク第1弾です。イエーイ、ね、本当にねなんかもうなんか疲れがもう疲れてる理由はもうなんとなくわかるんだけどさ、うん、走ったんでしょ綾橋ロード明日よ明日っていうからね22キロ、ねね、特に話題ないからこの2人へ、うんはい、話してもらっていい。何話すの綾橋ロード林、はい、林は22キロ2時間40分で走りました。一緒に走った人いるんだよね翔也が翔也と一緒に走ったんだよね。別に志向の生徒だからいいじゃんみたいな。あまあいいかうん走ったね。やっぱあの人は速かったっすね。ねえまあバスケ部だからね。うん、特にこれぐらいしかないと。ああ完走したのしてないの。いやしましたよ完走した、はい、何時間だった今言ったさ2時間。2時間40分早くないか結構早いね。そうでもない。そうでもないか。何歩いたの。歩いたよ歩いたば、まあ、確か、まあ、確か楽しそうだもんね、うん、そこであのあれ見た指令見たと岩田石さん見た岩田石さん見たの いたのどこにいたどこにいたばなんか一応いたいたばワイドもいたからワイドひっついてたひっついてた東京好き東京本当に好きだよねあの人ね、うん、そんなんだで特にあと沖縄マラソン1位の人わかるアメリカ人ああ確かにラジオでちょっと聞いたけどその人走ってた。22キロ確かに、まあ、ちょっとね早朝あるから私も車乗ってラジオに聞くついでにちょっとラジオ聞くけど確かに那覇マラソンの1位がアメリカの人っていうのは聞いてたね。那覇マラソンだった。沖縄マラソンじゃなかった。沖縄か那覇だった。沖縄マラソンで沖縄マラソン沖縄、うん、那覇じゃなかったっけ、まあ、沖縄マラソンもあるからね、うん、多分そっちかもしれないし。ああまだ5分ある。マジかよ。さっきなんかある。ああちょっと気づいたこと言っていい。うん、まあ、ちょっとどうでもいいかもしれないけど、うん、あの歩道橋あるじゃん。歩道橋。歩道橋。あ歩道橋。うん、でレストランがあるじゃん。赤崎レストランが、うん。赤崎レストランの歩道橋を渡っていくときにね、ちょっとなんか具志川に風車あるでしょ。何？風車。風車。具志川に風車あるのよ。あ、うん、あのあるね。うん。あれが天気が今日天気いいじゃん。で見えるかなと思ったら見えたのよ。あのあれ風車ってあの電力のガラガラガラ回るやつよ、うん、なんでや風車って聞いてこれだと思った風車と思ったの違う違うちっちゃこの子のフーフーフーめちゃちっちゃい子供の頃めちゃくちゃフーフーやってねもうこんなしわーみたいな感じやってねあ手裏剣とか言いながら、うん、人に気づけたりとかした覚えがある。ねまあ、人に振るなみたいな感じ言われたんでね自己満足のけどバカみたいにでこれで先生に怒られるといいね。うんで春休みね先週中止になったんですけど、まあ、その理由が浩平が LINE でね今日来れる人みたいな感じ聞いたんですけど、まあ、多分休みの真っ最中じゃないですか。返事するすら億劫なんですよ多分みんなもう返事会は真っ最中みたいな、ね、あれもうあれさ一応前の週ラジオ行こう一応しないと思ってた場合でだから
かき氷食べに行った。まあお前多分あれだな、しないと思ってあれ踏んだな。しないと思ってたで見事にね公平の思惑通り、ね、中止になったんですけど、一人ね誰一人一人ねちょっとなんかかわいそうな、あ徒歩でね、あれ徒歩でかわいそうな子いたね、徒歩で来て、来て、うん、もうちょっとね、もう歩きも徒歩で帰るからみたいな感じで聞いて、激おこだったね、ちょ怒ってたよ、怒ってたよ。で多分今週来れないのはもう多分あれで拗ねてますね、多分あ相当拗ねてるねあれマジでみたいなね。じゃあ放送部増やしたいね、うん、まあ、そしたらあれさ補完が効くからね代わりが、うん、本当にどうしていいんだろうみたいなね。でちょっとね人数足りなかったからやらない子かなと思ってたんだけど、うん、テストの点数、はい、決まっね、学年末テストの点数、ね、みんな言いたくない言いたくないって言われてたけど、で話題がないんでね言ってもらおうかなと思います。もう忘れてるな、もう忘れてるけど忘れてる、じゃあ最高テスト赤点ということでいいかな。最高テスト赤点、最高テスト34点で、うん、最低点数0点っていうことにしといていい。まあ分からんからいいじゃない、それでも分からん、言いたくないなお前ら。じゃあ分からないんだよ、忘れてるよ、記憶喪失かよ。じゃあ覚える必要ないだろ。覚える必要ないっていうよりかもうこれ放送部の悪しき風習っていうのはもうこっちでも分かってるんだけど、もう放送石川高校あんまりみたいなね、3学期になってから話題増えてさ喋、うん、れるようになったのはいいけど、うん、あんまりないじゃんみたいな、そう気づけばワックス、ね、かけましたねみたいな、全体清掃したよねみたいな感じでね、なんかずっとマンネリ化してるみたいな感じになってるから、うん、あ一応あ話ある、ある、あのさとのクラスの平良修馬くん、はい、あの、土曜日、うん、テレビ出てましたよ。わかるよ、わかる、何のテレビ、青春エンジンっていうテレビ、あー、うん、またな、うん、おーすごいな、すごい、青春エンジンテレビ、未来モンスターじゃなくて、あれではない、再放送かもで、うん、じゃない、うん、ちゃんとあれだった、成績乗ってた、乗ってないの、あー、あどういうこと、走りの、だってあれじゃん、そしたら2回目に出たっていうんだったら高校生でこんな成績残しましたよって出るじゃん。まあ一応最初出た時はまだ高校生になったばっかりだったからあんまりないじゃん成績とか、うん、そういう系乗ってたの、成績乗ってた、あじゃあ本物だわすごいね、まあ再放送の可能性あるからね、それで再放送だったらどうしようみたいな感じでね間違った情報伝えてんぜみたいな感じになりましたけど、さあそろそろね時間もちょうどいいので次のコーナー行きましょう。次のコーナーはミュージックコーナーです。イエイ、春休み最後に曲を流すのは、公平ということでね、はい、はい、またね顆粒子ゴーパチ流すのかな曲名と、曲とね待ってちょっとあのまた放送事故起こるから話してて、喋っとけ準備できたら言っといてよ、だからよ、はい、ちゃんと曲名もね、まだまだ出発していいと思うよ、はい、OK、 はい、じゃあいいよ、OK、 はい、曲名とアーティスト顆粒子58で、はい、デイゴです、はい、どうぞ、はいよ、どうぞ、
曲の紹介もう一度お願いします。カリウス58でデイゴでした。イエーイ。ちょっとね今ねちょっと無茶ぶりさせたんだけどね、うん、まあよくやってくれたよ今当たってた当たってた当たってた、理想だった理想。ということで次のコーナー行きましょう、はい、次のコーナーはフリートーク第2弾です。イエーイ。さあね、曲をねかけている最中に喋、ね、りたいことがあるって聞いてね、はい、名乗りを上げたナイトがいたんですけどね、まあ喋ってもらおうか。ですね、先週のちょっと金曜日に、はい、この自分たちのこの部活、吹奏楽部でしょ。そう、吹奏楽部で、お疲れさん会があったんですよ。でお疲れさん会でなんでこうなってお疲れさん会するのかって言いますと、この自分なんかのこの先生のこの俺ありがとう、今までのことでありがとうのことと、あとこの今までお世話になった子の先輩も来て、で先輩たちとのこの何て言うっけ、お疲れもあるし、この先輩って2年生3年生、2年3年もです。ああ、であと2年生まだあるでしょ。ああそうそう、あ2年生いない、3年生だ。3年生と卒業した先輩ですね。卒業した先輩って、あ今の3年生か、じゃあ今の3年生でしょとか、毎朝あと1個の上の先輩とか、じゃあ来てたんですよ。卒業生って言えばいいけど、まあ卒業生いっぱいいるで、これでちょっと先生の家行って、もうこの行く前のこの道のりって言えばいいの、車外遠いんですよ。何、南部どこ行ったの。南部の浦添より下の方、なんていうっけ、糸満かな、宜野湾、宜野湾かな、浦添の下が糸満って、それ相当遠いぞ。まだ八重瀬とかあるからね、八重瀬とか南城とか抜かしてるからね。え、じゃあ浦添より宜野湾と思う。宜野湾じゃないかな、多分宜野湾だったはず。宜野湾、八重瀬ね。一応そこら辺の方に行って、でご飯食べに、あもうご飯食べに、うん、で俺普通に先生に行ってからご飯食べるのかなと思ったわけ。普通の食事だと思ったわけさ、自分からしたら、うん、でも行くさ、先生の家めっちゃ豪華だったよ。先生の家だった、うん、先生の家だったさ、行ってたじゃん。そう、豪華、先生の家って言ったじゃん。だからこれで入るさ、もう分かる、この玄関の方がめちゃくちゃ広くてから、もう椅子とかなんか綺麗なも置いてあるわけさ、うん、一緒に綺麗だったよ。だから入って、あこんにちはってから、あのご主人もいて、で子供たくさんいっぱいいてから、もうリビングあるさ、広いわけで、しかもテレビも50型か60型テレビあるわよ。それに上等だわけさ。しかもリビングも 広くて、あとなんていうかな、キッチンもなんか吹奏楽部の話してるよね。まいちゃん、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 いいわけさ、もう家がすごいわけ、とにかく、うん、もう豪華だわよ、うん、ああもうささくこもいいんだわと思ったわけで、まあそれでこのなんか水分で集まって、ちょっと普通のご飯かなと思ったから、でもなんか今日はなんかバーベキューねって言って、バーベキューじゃあやりましょうみたいなことになって、で外でみんな出て、あの楽しくやって、で最後は先生に俺このプレゼント、自分たちで泣いてた、泣いてたっていうか笑ってた。あ笑ってた、笑ってた。じゃあもうねもうね、先週の金曜日っていうよりかはさ、もう3月31日ださ、多分行ったのがね。もうね、明日からもう多分転勤だから、明日からもいなくなる、明日からね、別の高校所属になるから、そう。もうね、どうでもいいやみたいな感じで思ってんじゃねえの。案外そう言ってたよ、別れって。いや、そんなことない。案外あっさり行くよ。でも先生一応嬉しいって言ってたよ。それ嬉しいでしょうね。ね、ちゃんとね、行こうみたいな感じでね。まあ、石高の生徒の、ね、明るさみたいな感じがね、まあいいところに働けたかなって思うけど、まだ言うことあるんだよね。まだなんかあったよね、行くって言ったら。明日、あと一つ、明日か、はい、行くんでしょ、那覇に行くね。あ、那覇、じゃあ、あれだ、三浜だよな。三浜で何するのさ。茶炭の三浜ね、三浜で、多分分かる人もいれば分からん人もいると思うんですけど、この自分明日このモデルの事務所に行こうとしているんですけど、でよろしくお願いしますわ。まあ一応第一審査で受かって、で第二次のこの何だっけ、この面談行って、でこれで受かれば自分通い切れるんですよ。でまあ一応また落ちたら、で他のとこに行って、でまた事務所に行って、でまた面談するんですけど、まあぜひっていうか明日面談しに行くので、もしよかったら応援よろしくお願いします。はい、
来年も放送部としてね、応援することしかできないからね。じゃあ俺たちも行く？行かない。行かなくていいよ。恥ずかしいよ。多分ね、もう行ったら行ったで、なんで来てるわみたいな感じで行ってくると思うから、そんな乱暴な言葉遣いしたらね、印象最悪だからね。はい。で、また時間余ったからさ、ね、ちょっとね、あ、待ってよ。またあるんだよね。まだあるんじゃないの？まだある？まだなんか言いたい話題あるんじゃないの？ちょっと待ってって言ったじゃん。まあね。いや、特にないの、お前。ふざけんなよ。じゃあ、野球の話題行くか。そういえば、最近 YouTube 見たんだけど、うん、わかる？あれ？何？ゴルフあれね。あれじゃあ、ゴルフバット生きて、じゃあ、松井くじの闇ってわかる？あ、当たりが一枚もないやつでしょ。そうあれ、あのデフォだからね。当たりくじなんてあるわけねえからな。うん、祭りに夢なんてねえから。あれ、そういえば YouTube であれ今話題になってる。あの、はじめ社長だったっけ、うん、ゴルフを追って生きていく。じゃあ。はじめ社長。不倫した挙句にゴルフなったゴルフクラブ追って生きていくでしょ。しかも活動休止してるしね、あれ。マジ？うん、活動休止したよ。マジ？活動をやめさますってから今ちょっと反省してるのに今三股だったっけ。だって2連チャンでやらかしたんだよ。あの人2連チャン不倫とあれ破壊。うわ、やばいだろ。不倫と損壊、ゴルフ高級のゴルフグラブあるでしょ。バキだから。あ、でもあとあれもさ、あの三股もさ、三股は不倫だから不倫も今あれ話題になってるし、やばくない？不倫も話題になったけど、うん、その直後にゴルフ追ったからそこに行った。また2連チャンでやらかしたのかみたいな、人としてどうかしてるぜみたいな感じで言われてるけど、はじめ社長もちょっと狂ったや。でちょっとね、明日って明後日か、うん、あるかもしれないけどね、みんな忘れて大体忘れてると思うけど、制服あるじゃん、新調するじゃん、うん、あれ思ったんだけどさ、俺たちが最後の年齢になるんだよね、うん、学ランブレザーの最後の、あ、ね、もしかしたらね、ラジオで新入生入ってきたらね、なんか賑やかになるかもね。なんで？ あれじゃん、入ってきたらあれじゃん、制服違うじゃんみんな。あ、違う高校。そこら辺のギャップだから、そこら辺のギャップあるかもね。うん、それあるかもしれない。あ、新入生やっぱね、入ってほしい ね、特にブラックじゃないからね、こっちの部活ね。入ってきてほしいね。みんな明るいからね、特にね、なんかそういう系の人が入る部活とか思ってるけど、そういうことないからね。何そういう系って？オタク。オタッキー、オタッキーが入る部活でしょとか思ってもね。あ、それは困るな。そういうね、オタッキーと放送部の偏見をやめてくださいみたいな。みんな真面目なんですよみたいな。そう、まあそれはしゃあない、うん、趣味でね、趣味でなんか偏見されるのもちょっとあれだしね。野球が好きですなんて言われたらね、サッカー好きの人からなんで野球が好きなのって言われてると同じだからね。あ、そんなこと言われてもね、なんかね。で、うん、WBC の話題行くけどさ、なんかお前準決勝見た？見てない。菊池やらかしたじゃん。見てないな。見てない。菊池がね、エラーしたの分かる？見てない。見てないの？小山忙しいな。ちょっとあれか、不都合な真実を一見したみたいな。結構今広島強い。あ、いい感じって聞いた。いい感じってた？うん、阪神やばくない？濃厚。阪神いいさ。え、4試合で28四球って結構やばいよ。あの糸井、あの糸井、あの糸井が、糸井、糸井が、糸井が結構やってくれるからね。うん、ね、こ、もうちなみにロッテファンなんですけど、もう息してません。うん、はい。もう4試合でね、もう4試合で2桁得点してないしね。なんだこれみたいなね。ロッテ1回も見たことないな。今年は。あのね、あとね、投手陣いいって言われてるけどね、打手陣が打てなかったら意味ねえんだよみたいな。もうそれだから。時間ちょうどいいんじゃない？いい感じですね。ちょっとグダグダな感じするけどね。今日はとってもグダグダだったね。まあ休みね。休みが影響してね。まあ、休み気分が抜けてないもんね。まあ来週からは張り切っていく。張り切っていけるか。いいか、張り切っていけるか。桃花先輩多分激怒だぜあれ。大丈夫大丈夫。謝罪しとけよ。まあね、激怒歩いて徒歩でね、女まで帰った。そう、ね、桃花先輩にはね、ちょっとね、元気にね、張り切ってやってほしいんですけど、そう、部長には謝らないと。たぶん2週間で、多分あれでしょ、まあ、多分2週間経つからあれでしょ、あれでしょ、まあ、忘れてんじゃねえかな。あ、うん、すぐ忘れる人だからな。はい、大丈夫だよ。ということでね、はい、また編集もね、聞いてください。はい、石川高校放送部でした。イエーイ。